今回紹介するのは「コンビニコーヒーはなぜ高級ホテルよりうまいのか」という本です。コンビニコーヒーと高級ホテルのコーヒーではなぜ約10倍もの価格差が生まれるのかそこに日本のコーヒー業界が長年抱える大きな課題があったコーヒーを取り巻く世界の状況から日本独特のコーヒー進化 そしてコーヒーの美味しい入れ方までその魅力のすべてを一冊にコンビニコーヒーと高級ホテルコーヒーを比較した内容がたくさん書かれているのかなと思い購入したが高級ホテルのことは少なかったと思う著者がこれまでに行ってきた。 美味しいコーヒーを納得のいく価格で消費者に届けるという熱い思いがとても印象に残っているコーヒー豆についての細かい説明や少しでも美味しくコーヒーを飲むためのコツなどが書かれていてとても満足している1970年代。 よく銀座の画廊喫茶に通った高いがうまかったその後マックの泥水コーヒーや FCK コーヒーの店が多くなりコーヒーは食い物を流し込むための流動促進剤になり果てた日本中旅をしてどこでコーヒーを飲んでもまずかった赤坂の高級ホテルも同じだった どうしてなのか長年不明であったがこの本でやっと謎が解けたコーヒーの知識のない人がやっつけ仕事でコーヒーを扱っていたのが原因らしい著者の川島さんのコーヒーにかける情熱はものすごいその圧倒的な熱意が活字から伝わってくる彼は職人であって文章は素人ながら文章の背後にあるものが心を打つ現場の人間のみが描くことが 可能な荒い表現がかえって生々しさが伝わるようだ。コーヒーはうまいかまずいかのどちらかである消費者はまずいならまずいと正直に言わなければ店は変わらない店を変えるさせるためにも消費者の知識は大切でこの本はそんな方に大いに参考になると思う。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。